おはようございます。2015年4月16日木曜日、6時5分になりました。本当にこの春というか、4月ね、3月はすごい暖かい日があって、なんかこのままものすごく暖かくなるのかと思いきや、この4月入ってからは天気がずっと悪いですよね。カラッと晴れる日がほとんどなくて、なんか雨とかで、もうここ2、3日は突風が吹いたり、氷が降ったりとか、すごい天気が荒れてるというか悪い天気になってますけど、今日ちょっと少し今日はねマシになるかみたいなんですけど、またそれもそんなに長続きせず、日照時間がねすごい短いっていうことなんで、こうなると地面がなかなかね温まらないんですよね。日の光が当たらないっていうのは、でこういうものって生態系にすごい影響するんで、この時期の本当にその太陽の当たり具合とかっていろいろね、畑とか田んぼの準備とかに実は影響したりするんじゃないかなと、こういう田舎にいるからこそそういう田畑のことまでずっと気になったりしますけれども、どうなんでしょうかね。さて今日は IT メディアから、リクルート人工知能研究所を設立、世界的権威をアドバイザーにということで、もうなんかすごいっすよね。リクルートさんやっぱやりますかみたいな感じなんですけど、リクルートっていうとですね、名前の通りそのリクルートっていう名前になってるぐらいなんで、就職活動の支援とかね、要はそういうのをやってるんですけど、あと住宅だとかなんだとか、住宅情報とかね、いろんなものを情報を提供してる、ホットペッパーなんかも確かそうですよね。そういうリクルートは要は情報を扱うっていうのがメインの仕事なんですよね。で情報を扱ってそれをマッチングさせる、要はその情報を提供する人と情報欲しい人とをいかにうまくマッチングさせるかっていうのが、このリクルートのメインの仕事なわけですよ。で、それをやるにはやはりその人工知能っていうのはもう欠かせないものになってきていて、でリクルートインスティテュートオブテクノロジーっていう人工知能の研究所を作って、でそこにはですね、本当もう機械学習とかいろんなビッグデータの分析だとかなんだとかかんだとか、もうそういうものの世界中のいろんな権威と言われるような人たちをアドバイザーとかに入れてですね、これから動いていくんですけれども、それぐらいこうねやらないと、要はこれからのそのビジネスでは情報を持ってるところは人工知能抜きでやろうとしてももうとてもじゃないですけどできない状態になってる。要は日々なんていうんですかね、量産されるって言っていいのか、あれなんですけど、もうとにかく情報量が爆発的に増えてきているんで、とてもとてもその人間が分かるようなレベルではなくなってきてる。それまでとか収集して表にしたりグラフにしたりそういうのはできるんですけども、そういうもので集まってきて表にしたり、グラフにしたりとかしていても、それですらもう人間には判断できないぐらいの量になってきてるんですね。シンプルなデータだったのがどん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 複雑にいろんなものが絡み合って、情報収集ができるようになってきてるので、その見なきゃいけないパラメータ、いろんなもののこう関係をね、これがベタな言い方で言うと、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないですけども、いろんなそのこういうことが起きるとこういう結果になるっていう時に、そのこういうことが起きるっていうその風が吹くっていうのもですね、単に風が吹く風速何メーターだけではなくって、その時の風向きから温度から天候から、それから空気の汚れ度合いだとか花粉の量だとか、 あとはその時の
いろんな人の動きだとか、そういうもうとにかくいろんなパラメーターが同時にか、組み合わさって、それで結果につながるということで、どん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 その見なきゃいけない指数というかパラメーターが増えてきてるんですね。で、そのパラメーターが少なかったうちは人間が見てなんとなくこうかなっていう相関関係が分かるんですけども、そのパラメーターがもう200個300個とかになってきたら、もうどれが増えたからこれがこういう結果になったとか、どれとどれが増えてこれとこれが下がったからこんな結果になったとかっていうのがもう分からなくなってくるんですよね、人間のレベルでは。同時にそんな いくつも の動きを把握することができない。で、そうなるともう人工知能に頼らざるを得ないんですよね。そういうものを解析できる、でどれとどれが相関関係があるとかっていうのを分析できるようなことを一気にやっていかないといけないので、嫌がおうでも人工知能をやっておかないと、これからはビジネスではどん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 遅れていくと。そんな感覚的なものではなかなかね、掴みきれなくなってくるというか、感覚的なもので掴みきれる人はいるんですけども、それは人に今度伝えることができなくなっちゃうんですよね。誰でもが同じような判定ができるかって言ったらそうはいかなくなっちゃう。ここが非常にまずいところで、そうするとその人がやらないことにはもう他の人には誰もそれを伝えることができない。だからそこをですね、誰でもが判断できるようにするっていうことは、イコールそういう人工知能の力を借りてですね、判定していくっていうことをやらざるを得ない、まあそういうことになってきたというのが非常に大きいところですね。まあこれも言ってるうちに本当に数年もするとですね、中小企業でも当たり前のようにこういう人工知能での分析とかってやるようになってきて、だん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 ね、ねえとか言ってるけど、マーケティングとかですね、まあ私もやってますけど、コンサルティングとかですね、そんな仕事なんて、人工知能の分析に比べたらはぁみたいなレベルになる可能性があって、人工知能に任せた方がはるかに結果が出やすいということに多分ねなってきますよ。まあすぐに、10年もすれば確実にそういうことになってるでしょうね。5年でも危ういですね。ほとんどのそのマーケティングとかコンサルティングに関わってる人たちが仕事がなくなるような状態に5年ぐらいでもなってくると思いますよ。どうしようかなとか最近思ってますけどさて、そんなところで、もう6時14分になりました。今日は天気はね良くなりそうなので、久々に春らしい日を、味わえるのかなという気がしますけども、そんなこんなで今日も元気に、そうとか、これを時々言っとかないとと思いながら、毎週水曜日、昨日水曜日ですね、は週刊 IT トレンド X、これは、ご協力いただいているとか、提供は XNEX さんですけれども、から配信していただいてますんで、よかったらそちらも人工知能の話なんかも喋ってますので、よろしくです。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。